はい、皆さんどうも、ヤソでございます。今回はですね、リドム秋の新作第2弾が発表されましたので、アイテムの注目ポイントを一つずつ皆さんと見ていって共有していきたいなと思います。それでは行きましょう。はい、では早速、リドム秋の新作第2弾で販売されるアイテムを見ていきたいと思うんですが、まあ先にお伝えさせていただきますと、今回の新作に関しては僕は購入しません。まあ理由はですね、金欠だからですね。まあ本当はですね、めちゃくちゃ欲しいアイテムがあるんですけど、まあ今回は見送りたいなと思います。詳しいことはですね、以前の動画で話しているので、まあ気になったらそちらを見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回はアイテムを見ていきたいなと思うんですが、今回発表されたのはこちらの5型のアイテムとなっております。まあざっと確認するとですね、ブルゾン、チェックシャツ、ストライプシャツ、デニムパンツ、そしてカーディガンとなっております。まあこれらのアイテムについてですね、一点一点考察していきたいなと思います。リドムの定番にして至高のシャツ。はい、というわけで今回も出てきましたね。スーパー 130S のシャツでございます。まあこれはですね、もうリドムが好きな方にとっては定番のアイテムなんじゃないのかなと思います。まあ今回リリースアイテムの中では一番最初に速乾するアイテムと僕は予想しております。僕も買えるのであればぜひ購入したいアイテムですね。まあ、130S のシャツは本当にいいシャツなので、今回も期待を裏切らないアイテムになっていると思います。で、今回はですね、5色の糸を使ったチェックシャツになっているので、より一層深みのある柄になっていることが予想できます。まあ、1枚で様になるアイテムだと思いますので、こちらは秋にぴったりのアイテムなのではないでしょうか。リドムのアイテムを買うのが今回が初めてという方も何人かはいらっしゃるかと思います。まあ、こちらのシャツはですね、本当に間違いないので、ぜひ狙ってみてください。まあ、3年間リドムを購入し続けてきた僕の意見ですので、これは間違いないです。まあ、こちらのアイテムを狙っている視聴者さんはですね、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。購入報告、感想お待ちしております。存在感しかないシャツ。続いてはストライプのシャツですね。まあ、リドムのストライプシャツといえば、超人気アイテムであるビスコースストライプシャツというのがあるんですが、まあ、今回はそれに並ぶレベルのかっこいいシャツがリリースされます。まあ、特徴としては生地ですね。サッカー素材を使用していて、立体感のある生地になっております。サッカー生地っていうのは表面がデコボコした素材感になっているのが特徴の生地となっております。まあ、かなり特徴的な生地になっているので、一回触ったら忘れないぐらいの特徴があるんですよね。なので、まあ、この一枚だけでもかなり存在感のあるシャツになるのではないでしょうか。まあ、僕の率直な感想としては、サッカー生地を採用するリドム、さすがだなと思います。これも買えるのであれば、ぜひとも購入したかったですね。まあ、ゲンジさんの動画を見ている方はもうわかると思うんですが、まあ、良くも悪くもですね、そんなにストライプ感はないのかなと思います。まあ、サッカー生地の主張が強すぎて、柄はわかりにくいですよね。まあ、これがいいのか悪いのかについては今回は追及はしませんが、基本的にシャツの品質が高いリドムならば、このシャツも間違いないのかなと思います。まあ、先ほど考察した 130S ほどではないと思うんですが、こちらのアイテムも速乾アイテムになるのではないのかなと思っております。では続いて次のアイテムを見ていきましょう。もっこもこのカーディガン。はい、秋冬の定番アイテムの一角であるカーディガンが今回リドムからもリリースされるようです。最近の秋冬素材のトレンドはモヘア素材がトレンドになっていて、まあ、結構カーディガンとかニットに採用されることが多いです。まあ、去年もリドムはですね、モヘアのニットとかアウターをリリースしています。なので今年もモヘア素材をベースにしたアイテムが来るのかなとは思っていたんですが、まあ、予想を超えたカーディガンが来ましたね。まあ、今回使われている素材についてなんですが、フェザーヤーンという素材を使用しているようです。まあ服についてそこまで詳しくない方はあんまり聞き慣れないかもしれないですね。まあ簡単に調べてみるとですね、まあ、ジャンルとしてはニット素材に分類されていて、毛足が長いことが特徴の素材となっております。で、見た目が水鳥の羽のようになっていることから、フェザーヤーン、羽の糸と呼ばれるみたいです。まあ、毛足が長い素材といえば、ファーという素材があるんですが、まあ、それよりも華奢に見えるのがこちらの素材の特徴となっております。そのフェザーヤーンを使った
カーディガンが今回リリースされるということで、もうめちゃくちゃ可愛いですよね。まあ、男性だけでなく女性が着ても似合いそうなカーディガンだと思います。これも欲しいですね。なんなら一回ちょっと触ってみたいです、どんな生地感なのか。まあ、これも多分速攻でなくなると思います。ただちょっと気になるのがシルエットですね。まあ、オーバーサイズで結構丈長のシルエットになっているので、まあ、一般的なカーディガンの中ではちょっと癖のあるシルエットなんじゃないのかなと思います。まあ、袖部分もかなりボリュームがありますよね。素材とシルエットに癖があるので、まあ、源氏さんの着こなしはめちゃくちゃかっこいいんですけど、おしゃれの上級者じゃないとそう簡単に着こなしていくのは難しいんじゃないのかなと思います。なので自信のある方はぜひ購入してみてください。ただ想像よりもお手軽な価格なので、速乾レベルのアイテムになるのは間違いないのかなと思います。まあ、25,000円とかで売っていても違和感がないようなアイテムだと思うので、なんか転売されやす、今回リリースアイテムの中では一番転売されそうなアイテムですね。転売はやめましょう。はい、続いてはですね、こちらデニムパンツを見ていきたいなと思います。まあ、今回のリリースで唯一のパンツですね。まあ、今年になってリドムからは様々なデニムパンツがリリースされたんですが、今回のパンツはかなり癖が強いパンツとなっております。やっぱり注目すべきは裾の縞模様ですよね。まあ、デニムの加工って聞くとダメージ加工のような色あせ感を演出する加工のイメージがあると思うんですが、まあ、こちらのデニムはダメージ加工という印象は全くなく、絶妙な模様を作り出しているっていうのがこちらのパンツのポイントかなと思います。まあ、この柄がですね、いいのか悪いのかに関しては正直僕はわかりません。皆さんの意見を聞きたいところでございます。で、まあ、こちらのアイテムについての予想なんですが、まあ、売り切れになる可能性はあるにしろ、まあ、シャツやカーディガンよりもユーザーの優先度はそこまで高いアイテムではないのかなと思います。まあ、先ほどお話しした通り、リドムは今シーズン本当にたくさんのデニムをリリースしているので、リドム好きな方はもう今年はもういいやっていうぐらいデニムを買っちゃってるんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、実際僕もその一人で、春夏で相当の数のデニムを購入しているので、もういいかなといった感じでございます。なので一元さんとか本当に変わったデニムが欲しいという方に向けたパンツになってくるんじゃないのかなというのが僕の予想です。そして最後アウターでございます。まあ、こちらのアウターはですね、まあ、リドムらしいワーク感、そして渋い色味のブルゾンとなっております。シルエットはですね、見た感じ結構オーバーサイズになっていて、丈感もミドル丈ぐらいの丈感になっているので、まあ今のトレンドに基づいたシルエットになっているんじゃないのかなと思います。でフロント部分には大きいポケットがあるので、まあ収納だったりとか機能性もかなり高そうなので、まあ、僕のようなカバンをあまり持ち歩かない方にもおすすめできるアイテムかなと思います。まあ、こちらのアイテムもですね、まあ、源氏さんの着こなしを見るとわかるんですが、めちゃくちゃかっこいいですね。これもぜひとも欲しいアイテムですね。まあ、SS で速乾したアイテムなので、こちらのアイテムも速攻でなくなると思います。で、こちらのアイテムなんですけど、ぜひおしゃれ初心者の方も狙ってほしいなと思います。リドムに限らないんですが、まあ、ブルゾンというアイテムはですね、コートに比べて圧倒的に着やすくて、他のアイテムとも合わせやすいアウターなので、まあ、こういうかっこいいブルゾンを一着だけでも持っていると今後のコーディネートに困らないと思うので、もし余裕がある方はですね、こちらのアイテムも積極的に狙っていってもいいのかなと思います。まあ、リドムはですね、アウターの中でもブルゾンを結構多めにリリースしていて、まあ、ブルゾンへの愛が強いブランドだと思っているので、こちらのブルゾンも間違いないのかなと思います。以上が今回リリースされるアイテムでございます。まあ、僕なりの人気予想としては、まあ、1位がチェックシャツで、2位がカーディガンで、3番ぐらいでブルゾンで、4番がストライプシャツで、5番目にデニムパンツという感じですかね。まあ、初見では、まあ、ストライプが2位ぐらいに来るんじゃないのかなと思っていたんですけど、まあ、じっくり考えるとこれぐらいかなという予想になりました。まあ、皆さんの狙っているアイテムを教えていただけると嬉しいです。はい、では今回はリドム AW 第2弾のリリースアイテムについて考察させていただきました。参考になっていたら嬉しいです。まあ、今回もほとんどのアイテムが5分以内になくなってしまうことが予想されます。リドムの新作リリースは9月24日の夜10時になるので、まあ、遅くても5分前にはサイトでスタンバっているのがいいのかなと思います。皆さん争奪戦頑張ってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。